皆様こんにちは。看護学研究科長の田中です。現在新型コロナウイルス感染症の蔓延により医療現場は非常に厳しい状況に置かれています。そのような中、人々の病気の予防や健康の維持回復を目指して日々医療に邁進しておられる医療従事者の方々に深く敬意を表します。このような厳しい状況の下、看護職の果たす役割はますます重要になっています。大阪府立大学大学院看護学研究科は、多様化、複雑化、高度化する社会環境の中で生命と人権の尊重を基盤として看護に求められる社会的使命を遂行し、看護学を実践的、創造的に発展させるとともに、地域社会や国際社会のあらゆる健康レベルの人々に貢献できる高度な看護分野の実践者、管理者、教育者、研究者を育成することを目指しています。これまでに輩出された修了生は、修士括弧看護学が405名、博士括弧看護学が65名であり、彼らは保健医療福祉機関の高度な看護実践者や管理者、看護系大学の教育者、研究者として保健医療福祉ケアの質の向上と教育・研究の推進に寄与しています。ここで皆様に本学看護学研究科の特徴をご紹介したいと思います。一つ目は、大学院博士前期課程に修士論文コース、専門看護師コースの2コースを設置していることです。看護はアートであり実践の科学でもあると言われています。看護を実践するには豊かな人間性と科学者としての目を持つことが求められます。これを具現化する存在として専門看護師があり、本学は日本で最多の専門看護分野の教育課程を備えている大学院の一つです。カリキュラムの構成では、看護実践に関わる理論・概念やエビデンスについて学び、それらを適用して卓越した看護実践が行えるように講義・演習・実習を順序立てて配置しています。教師陣には多くの専門看護師資格取得者がおり、知的専門職者としての役割モデルを示しながら教育を行っています。大学院の在学生は多様な専門看護分野の仲間との横のつながりを通してさまざまな見識を深め、修了後には先輩専門看護師との縦のつながりを通してネットワークでつながっています。本学研究科の2つ目の特徴は、長期履修制度があることです。職業を有しているなどの事情により、標準就業年限である博士前期課程の2年間もしくは博士後期課程の3年間では、大学院の教育課程の履修が困難な院生を対象として、博士前期課程で最長4年間、後期課程では最長6年間で計画的に教育課程を履修し修了できる制度があります。看護学研究科の3つ目の特徴は、留学生交換プログラムが充実していることです。看護学研究科では、タイ国マヒドン大学大学院との交流プログラムを推進しており、大学院の選択科目としてカリキュラムに組み込まれています。4つ目の特徴は、大学院博士後期課程のコースワークが充実していることです。博士後期課程では、系統的なカリキュラムにより、研究のコースワークが充実しています。高度な研究能力を養う基盤となる看護学研究方法論や、理論構築の能力を養う看護理論開発方法論など、多様な科目を提供しています。このように看護学研究科では、学問としての看護を学ぶだけでなく、実践的、創造的に看護学を発展させることに意欲的な皆様の入学を心よりお待ちしております。